あ、こんにちは。二階堂商の、社長の小林です。あ、ちょっと待ちたい。はい。社長の小林です。よろしくお願いします。いつも、YouTube 見てますか？ちなみに YouTube 撮りに来たんですけど。あ、そうですか。はい、いいですか？もしよかったら出てもらってもいいですか？営業担当誰ですか？営業担当は、最初はだったんですけど、はい、とかなんか、あ、井村が。井村さん。あ、あれ昔から多いやつなんで、はい、しっかり知ってますんで。はい、ちょっとこの辺使っていいですか。あ、どうぞ。またちょっとじゃあ現場見させてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。これが営業トークっちゅうもんだ。できるかお前。スムーズ。あ、できるかお前。できるか。頑張ります。あ。押すって言えるようになったら強くなったな。だいぶ成長しすぎだな。押すだろ。押す。この間も俺戦いとったな。居酒屋のどういう戦いだろうし、コメントはもうお姉さんにあげていいよって言ってるけど、ちょっとグサッときたな。たとえクソどもとはいえムカついてくるわ。浜野さん下におったよな。これでも気をつけろ、これ塗り立てこれ さらっとアウトや。これさりげなき塗り替え道場の技術が結晶しとるな。これマジで本当真剣に吹き付けしたみたいな。これなめちゃめちゃ綺麗。うん、引きつけないと綺麗なんだよ、ある程度。浜の浜ちゃんはここにおるか。浜の浜ちゃん浜の浜ちゃんって言って覚えるかな。あ、おったおった、浜の浜ちゃんがおったお疲れです。いつもお世話になってます。また仕事の邪魔しに行きましたすいません。腰の調子はどうですか。なんか引っ込まれました。効くやつ、はい、番手に接骨院でもらってくる。1日2枚しか貼っちゃダメとかいうきついやつらしいですよ。あ、マジですか。はい、効くんだやっぱ。あ、それ貼ると治るの多い。あ、本当ですか。麻薬みたいじゃん。麻薬みたいじゃん。一日二枚しか貼っちゃダメ。大変だね、これ上降りて下降りて本当。でこんだけ塗って、ここが乾く前に降りてきて塗っちゃうってことだ。わかる？昔の動画で。ん？見た？チェックしたのお前。ちゃんが動画チェックしてんのお前。そう、全然喋れんのにチェックしてんの。チェックはしょその割にお前トーク力ねえじゃん、はい、すごいね。でまたローラーもね、このちっちゃいやつ取るのはなんでなんですか。これがちょうどこの 幅に合うように、はみ出しちゃうとこっちが今度段が出ちゃうんで。はあ、でかいですね。うん、この幅のローラーを使うわけだ。これ塗っとるときにこっちがはみ出ちゃうもんで、うん、これ隙間どうしたんですか。隙間はハケとハケ全部ハケでいった。ハゲじゃないですか。うん、ハゲじゃ、ハゲは俺じゃん。浜さん、それ言っちゃうからですよ。もうあれなんですね。もう知らん視聴者も多いんだから。あ、こんにちは。カメラ回していいですか。あ、いいですよ。雪さんが安全帯つけててできれるということになりましたので。はい、結構いいポジ。ああ、そうです。いやいや、浜さん本当当たりいいですよ。まあ、はい、うちもいい職人多いですけど、本当に。あ、うちも厳しくやってるんで。結構。の塗装の方はね、はい、まあ、ムラなく、はい、綺麗に塗ってもらって、はい、いますので、はい、結構満足してます。ああ、ありがとうございます。ほぼ毎日見ていますよ。はいはい、まあ要はまあ、せっかくの工事でね、はい、ぜひいい工事してもらえると助かるなと思って、はいはい、それでまあどこまで進んだか、はい。こういうのも今ちょっとさりげなく話しとったんですけど、今浜野さんこうやって上下上下に置いてます。はい、これなんでっていうと、上だけ塗ってまた下だけ塗るとここにちょっとやっぱちょっと目が出ちゃうんですよね。はい、でそういうのもすっごい細かくやってくれると思う。ああ、そうですね。今これすごい大変じゃないですか。はい、こんだけ塗ってまた上下降りてくる。あ、もうダメだぞ。ああ、もうしましょうか。あ、すいません、もう大丈夫。はい、このタイヤを持っており、持っており、そうですね。まあうちらの、まあ、消費者としてはね、うん、そのどういうふうに塗ってるかよくわかんないけど、ね、まあ、最終的に見て、ああ綺麗だな、ツヤがあってと、ね、いうのがイメージですね。はい、他社の見積もりとの、はい、やっぱり比較しにくい部分が多いんですよ。はいはい、うちも清華さんの講座を聞きに行って、はい、まあ、いろいろ知識ある程度つけ、清華でそんな塗装の講座があるんですか。あるんです。はい、免疫の前でよくあちこちでやってるんですよ。うちも免疫の前の講座の方を聞きに行ったんですよ。はい、まあ、要は塗装セミナーってやつですね。塗装セミナー、清華がやってる。いや、いろいろやってますよ。中小企業センターとかで。はい、そうなんですか。塗装セミナーやってますよ。それで、まあ、何人ぐらい集まったんですか。もう聞いた時、たか20何人とか、そこで塗装の見積もりもできるんですか。それは後から
家見に来て できるんですけれども、はい、まあ、若干そこ高いよねやっぱり。あ、そうですか。ネット調べたんですか。ネットで。なんかうちの嫁さんのお母さんがなんかそのチラシがなんか入ったようなのがあって、とか なんか新聞に入ってました。新聞のこの宣伝みたいなやつ、はい、本当ですか、はい、もう今やっとんすね。何人募集とか、はい、あ、マジですか。そう、そっちでなんかチラシとか新聞がなんか持ってきて、それでうちあの申し込んで聞きに行ったんですよ、はい、で、あの、まあ、いろいろ比べて、まあ、やっぱり、ね、道中さん結構この業界の大手で、うん、まあ、あの信頼しできそうな感じで、はいはい、YouTube も 見とったんですか。うん、見たことあります、はい、何回か見たことあります。バカだそうだなと思いました。いえ、全然そんなことないですよ、はい、まあ、それでさんの方もね、はい、あのいろいろ、まあ、あの見積もりの方もね頑張っていただいて、はい、まあ、うちいろいろ、まあ、検討した結果でやっぱりぜひ御社の方にお願いしたいなと思って、はい、ということで、はい、そんだけ見積もり取ってうちに選んだ理由っていうのは、はい、やっぱその、まあ、値段も一番安く買ったわけじゃないですよね。一番安いわけじゃないんですけども結構安い方なんですよ、はい、御社より 50% 高いところもあった。そんな感じ。いくらですか。ここではね、うちいろいろこの、あの、アマトイとか、シャダーボックスとか、ね、はい、乗らないとかそういうのがあったので、はい、全部でこっちではね、71万円なんですよ、はいはい、屋根は屋根は乗らないです。乗らないですね、はい、ないところ。シーリング全部交換ですよね。シーリング全部打ち替えなんですよ。あ、はい、120万ぐらいのところとかもあったんですか。あります。やっぱりね、交渉してちょっと下がるところも結構あるので、まあ、まあ、やっぱりそっち系の営業もありますよね、そういうのもあるので、そういうのあんまり信用できないですよね。言わんと下がらんみたいな。うちは結構もう、はい、最初からネットで出してくるんですよね。値段が安いだけでね、はい、早く適当にやっちゃおうということ、まあ、これできるんですよ、これが、はいはい、やっぱりちょっと信頼しそうなところじゃないと、はい、やっぱり不安の部分あるかなという感じなんですね、はい、うちはもう本当に毎日チェックしますよね年に何人か現れるぐらいの細かさらしいですね。ああ、そうですか。どれぐらいチェックしてるんですか。だいたい1日3、4回くらい。あ、もう30分とかかけて。で、どういう感じなんですか。来てわーって喋られると仕事手止まっちゃうじゃないですか。いや、僕は仕事はしてますけど。あ、そんなにちょろちょろっと手、はい、あ、そんな感じで別にいいよって、はい、お客さんが気になるところをおっしゃってくれて、あ、直すみたいな感じ。本当にあのですね、これカメラの前で言うとまたあの変なアンチも湧くんですけど、一番困るのはこれチェックされないんですよ、自信があるから、はい、それよりもあの時間が喋られる方おるんですよ。あ、それとも仕事だらもね、もう本当に今本当に値段厳しいから、はい、それ1時間も休憩しとったら、そうですね、例えば浜田さんが向こうで仕事してて、はい、違うところを見ているという感じなんですね。いや、逆に近くで見てもらうのも全然問題ないですよ、はい、逆に本当に、はいやっぱり近くで 見られると仕事の邪魔になるかなと思って。僕も YouTube 撮りに行くときに絶対パッて顔見ると嫌な顔するんで、はい、今度今日1時間ロスタイムだわ、はい、みたいな。なんかじゃああえて塗り替え道場にアドバイスとしてもっとこうした方がいいよって注意をするとしたらどういうところがありますか。いや、うちらから見れば結構しっかりしているので、はい、こちら特になんかこう、ね、こういうふうにした方がいいよというのがあんまりないんですよ。連絡が遅かったとか、法廷出すのがちょっと遅かったとか、色決めが悪かったとか。ないですね。これどうですかって営業さんに行ったらすぐ飛んできて、そういうところはまあすごい対応いいなというふうに。あんまりいいことばっかり言うと、あの、いや、これ仕込みじゃねえかって思われちゃってそれは違うのでこの間一回あのあそこの板まだ若干反ってるのがあって、はい、いたんですか。あのサイディングね、はい、足場の上に立つと、はい、分かりにくいんだって。ああ、そうですね。でうち最初あのと一緒に下の方で見て、あ、これ反ってるなっていうのは見たんですよ、はい、それはちょっと僕チェックして、あの、あ、この井村さんにこれちょっとあのビス打ち忘れてさって言ってすぐ車で来たんですよ。ああ、うん、それは結構対応良かったなと思ってます。もうパッと動いた方がいいです、はい、そうですよね、はい、きちっと対応力がきちっとあって、はい、返事がすぐ電話したら折り返してくるとか、そうですね、ちゃんと、はい、あの質問したことを次の日に回答できるとか、はい、そうじゃないと不信感につながってるじゃないですか、うん、そうですね、はい、細かいところねちゃんと対応してもらってますので、はい、ああ、はい、もう最高の言葉言っていただきました。いい、すいません。いや、これで本当に 今回ね、はい、お世話になりまして、まあ御社選んだのは僕は正しいなと思ってます。まだちょっと、はい、まだ残りわずかですけど、はい、浜さんであと何日ぐらい、3日ぐらい、いや、明日で終わりで、はい、明日で終わりとか、うん、で足場ばらして、まあ、残り2日3日ぐらいですね。まあ足場ばらすまでが仕事なんで。そうですね、やっぱ足場解体の時は結構事故も多いんで、はい、というのがぶつかることようなことはないと思うけど、まあ、はい、あのまた
足場撤去してこちらでチェックします、はい、いやまあまあ噂になりますよ、はい、会社中で、はい、まあまあ今浜野さんが入ってる現場は大変らしいよ、はい、って言って今日も撮影行こうかなって確認したんですよ井村の方に、はい、いやあそこの現場ちょっと切算厳しいんできっちり挨拶してでいやまさか出てくれると思わなかったんで、はいじゃあ視聴者皆さんたまたま登場した切算ですけどうちの悪口はゼロ、はい、重め100点、100点ですね、はい、点数で言ったら、はい、仕込みじゃないですかねこれ、はい、よろしくお願いします、はい、また見てね、また見てね。